身体障害者標識。身体障害者標識とは、道路交通法に基づく標識。2002年、平成14年6月1日の、道路交通法改正による障害者に係る、免許の欠格自由の見直しに伴い入りされた。デザインは、川崎和夫による、円形をしており、青地に、白の4葉の植物をあしらった図案で、一般的には、四つ葉マークや、 クローバーマークの通称で呼ばれる。死体不自由であることを理由に運転免許に条件を付されているものであって、死体不自由が自動車の運転に影響を及ぼす、恐れがあるとき、運転車両前後の視認性の高い部分、地上0.4から1.2メートル以内に掲示して、運転するよう努めなければならない。市販のものは、利面が磁石になっていて車体に貼り付けることができる。 マグネットタイプと車内から窓ガラス等に貼り付けることができる吸盤タイプの2種類が主に出回っている。死体不自由の障害を持った運転者が対象なので、内部疾患障害や聴覚、視覚障害者は対象外である。なお、掲示は努力義務となっており、表示しないことによる罰則等はないが、死体不自由が自動車の運転に影響を及ぼす。 恐れがあると運転者自身が判断する場合には、表示するように努めなければならないとされている。聴覚に障害があることを理由に運転免許に条件を付されている者の,の場合は、聴覚障害者標識の掲示を求められており、こちらは罰則付きの義務である。なお、クローバーマークとして定着しているが、本物のクローバーの葉は丸い形をしており、葉が ハート型の植物は型紙である。初心運転者標識、高齢運転者標識、聴覚障害者標識と同様に、周囲の運転者はこの標識を掲示した車両を保護する、義務を有し、幅寄せ割り込み、やむを得ない場合は除くなどの行為を行ってはならないと、定められており、掲示中の車両に対し幅寄せや割り込みをした場合、交通違反、 初心運転者等保護義務違反や割り込みとなって処罰が下されることとなる。上記の身体障害者標識よりも古く、1969年から使われ、圧倒的に認知度がある、いわゆる車椅子マークこと、障害者のための国際シンボルマークは、広く各種障害のある、障害者に限らず高齢者や怪我人なども含む、人々が利用できる、 建築物や施設であることを示す世界共通のピクトグラムである。日本国内では公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会が商標登録第156万2455号を行って管理しており、車椅子の衣装が描かれているマークが障害者優先駐車スペース、優先、車椅子などの利用を考慮した。 多目的トイレなどに広く用いられている。しかし、車椅子使用者だけ、あるいは死体不自由者だけを対象としているという誤解は多い。あくまでも前期した通り、障害のある人々の利便が図られた建築物や施設の視認性向上や健常者へ配慮を促すために用いるのであって、設備、装備のない普通の車両に貼り付けること、この マークの本来の使用方法からは乖離したものであり、ましてや障害者を示すマークではない。本来の使用方法として車両に等マークを掲示するのであるならば、手もしくは足のみで操作する運転補助装置を装備した車両や車椅子用のリフトやスロープ、もしくは回転式シートなど障害を緩和する何らかの設備の装備された車両、いわゆる福祉車両や車椅子や 高齢者などの情降に配慮した低床バス、ノンステップバスなどに限られ、多くの人々、健常者も、中には障害者自身も、が勘違いしていると思われる、使用方法として、このマークを車に貼って、障害者優先駐車スペースを利用し、あたかもこのマークが免罪符であるかのような使用法が、なされている。しかし、このマーク自体には何ら法的効果をない。 同財団のガイドラインによれば、推奨しない行為ではあるが、このマークを障害の有する者が乗車する車両に掲示したとしても、車内に障害を持った者がいるということを意味するに、議ないとしている。いわば譲り合いが円滑となるシンボルに過ぎないのである。自治体によっては、障害者用駐車スペースを利用できることを明示するために車内に掲示するステッカーを、ある一定の条件を有する人向けに、 発行しているところがある。2009年にアメリカで始まった草の根運動、アクセシブルアイコンプロジェクト、略称、エイプにより、上記国際標準の国際シンボルマーク、同プロジェクト曰く受動的で、ネガティブな印象を受けるを、よりアクティブで、ポジティブなものに変えようと、アクティブな形にリデザインされたマークが2013年に発表され、ニューヨークのタクシーなどで使用されている。 日本では一般社団法人日本福祉車両協会や一般社団法人センターポール、パラアスリートの活動支援を行っているなどが普及に協力している。駐車禁止当除外表彰、身体障害者用とは公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分での駐車が可能となる表彰である。道路交通法に則り、 各都道府県公安委員会に申請、許可を受けて交付されるものであり、交付を受けた本人の使用する車両が駐車するにあたり、掲示するのが駐車禁止除外指定時の義務である。また2007年、平成19年8月1日から、従来のそれとは、交付基準に変更が生じているので注意が必要である。除外表彰を掲出しても、除外の対象とならない場所も存在し、 交付対象者も細かく規定されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。